そうそう、はい、結構前の左側にちょっと並んでるということで、このお尻ももの筋肉をもう少し体を伸ばして、そうです、あ、そう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 、ここで押してもので1、2、そう、しかし面のお尻が上がる、ここでグランドして上がる、よし、そして、そして、キープする時間をなるべく長く、まあ、この角度を見てもさ、もう100度ぐらいは簡単にね、曲がってるよね。ね、うん、ということは今日は100度で、100度以上でアイソメトリック運動がまあできると。この間多分90度から100度でのアイソメトリックと70度でのアイソタニックとかやってたもんだけども、それが10度ぐらい進歩した、うん、めちゃくちゃいい感じね。ランジも実はこれができてしまえばできるっていう、はい、うん、しっかりちょっとずつぐーっと角度をねつけながら、ここがさ出てこないので、ふくらはぎのカーブの近くになるんで、しぶきも伸ばせるけど、ふくらはぎが伸びなかったりとか、直感みたいな前足が出てこない、出てこない、前足が上がらない、ここを結構リンクするとチャンピングしてるよね。ちょっと連携して、あ、そう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 、どう、そんなにの伸びがない、いや、伸びてます、伸びてる、もう一歩右足を前に、あ、左足を前にしてくれる、そう、オッケー、伸びてる感じある、はい、こんな伸ばすの初めてです、そうだね、はい、あと10秒ゆっくり、これを何回か繰り返す、伸びてるね、いい感じで、ずっと飛んで飛んでた、あー、イメージ的にね、すごいすごい、ここ、前の状態でね、伸ばす、まずは足の腫れをかけた状態で、こういうのをダイナミックに動かしてる、伸びてる感じある、はい、OK です、いやー、かかと上げないですよ、はい、1、2、3、4、5、そうそう、なくなってきたらちょっとスピードアップしよう、そう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 、はい、もうちょっと大きく上下できる、はい、ナイス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 、わー、ラスト、待って、前が弱い、前が弱いから、ちょっとこの前のトレーニングをやってからのセカンドレーニングを、前が弱い、前が弱い、上半身筋の方が伸ばす感じです。
で、振り入れた時も座ってもらって、こういう状態にしっかり乗り、大きく、1、これ下を引いてるよ、こう振って、そうだね、はい、3、いいですよ、だから最終進展での固定をしないと、でもやっぱこの稽古付き、こういう人材来てるから重りを乗ったりすると、どうしてもこう、ACL でもそうなんですけど、ここを押せば結構の原理でこっちが浮いてきて、単純に稽古ってのはもう落ちやすいとか、こっち側を伸ばしたら結構落ちるんじゃないかってなるから、腕立てしていきましょう、補助っていうのは必ず、これが稽古付き体で、そう、あー、そういうことか、はい、ご自身でやるときも必ずこの計画を両手で入ってしながらやる、5、6、7、8、9、どうしてもこうその前段階のこのセッティングっていうのもすごく重要なので、僕としてはちょっとやっぱり弱いんで、では今度はバランスボールを持っていただいて、このまま足の幅出て腰の幅ぐらい、で、お尻を引きに引き出すところに手を回して、さっきに EMS でやってもよかったぐらいかもしれない。ちょっと外、昨日千春ちゃんだっけ、千春ちゃんもここにその EMS 特殊な電気をやって筋刺激をしたいの、あの子最終神経ってこう伸びないから、もうここに力が入ることがもう9ヶ月なかったの、めちゃくちゃ弱がってて、自分でも色方分からないんですけど、電気刺激で入れてあげると、その後めちゃくちゃあれ、なんか力入るみたいな、忘れてるだけなんね、思い出したりとか、自分で動かしてるって脳に発達させることで、体が動くようになって、1、3、2回しましょう、手前に戻して、4、思い切って、頑張ってない、止めて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 、1、2、3、4、5、ちょっと腕休憩させていきますね、8、9、9、そのままスクワットしていくんですけども、はい、行きます、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、もうちょっと幅を縮めながら、もうちょっと幅を縮めして、締めながらギュッギュッ、そう、つま先ちょっと外向けて、はい、締めてちょっと張る、ね、で、そしたらちょっと前側に当たって、お尻力入れて、ちょっと重い軽くします、かかと、そうそうそう、1、2、3、4、しっかり締めて、ももの前伸ばし、力伸ばして、5、6、7、8、9、10、膝をしっかり伸ばしてやると、ももの実際の力が上がりますね。このまま、はい、じゃあお尻とつまします、そうそうそう、そこで10秒入る、1、2、3、4、じゃあ膝を、手を伸ばしながら尻をしっかり伸ばして、8、9、10、ゆっくり戻ろう、
できるところまで頑張っていきましょうか。90は絶対できるからね。はい、まだ90ね。痙攣してるの鏡で見えない。こいつあ、ほんまやピクピクしてるそう、反応し始めてるよ。イエー、頑張れ頑張れそうそうそう、でもあと10回ぐらい頑張っていっちゃいますよ。いいね、いけると思うんだけど、ギリギリからもう一個ぐらいの感じで、まだ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 、そこからもう一個、そこ、ギューそっから持ってくる。はいはい、ギューギュー、もうちょいいける、もうちょい、そこからもう一個ギュッ、はい、ギュッとそこから持ってくる。ナイス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 、100度ぐらいまで行けるんで、100度ぐらいまで行く、うん、そうだね、
後ろの足もう少し手前に持ってきて、そうそうそう、
上げてみて、どんどんどん上げていって、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 もうこの辺ぐらいからないやろ、出力。ほんまはここの辺ぐらいから二頭筋の方を使っていけばいいんだけど、この切り返しがまだうまいこと、ここまでいったらもう完全に入らない。ちょっと力入れてみて、グッとこっち側に。押して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 。はい、楽にして。よし、まあでもこれ地道にやっていくしかないね。ギューッと力入れて、ここまで入るねんか。頑張って、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 頑張って。ここ抜かないよ、ここ抜かないよ、抜かないよ、抜かないよ、抜かないよ。ここから抜かないよ、ここ。そう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 。ナイス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 。もうちょい曲げて、もうちょい曲げて、もうちょい曲げて。抜かないよ、抜かないよ、抜かないよ。ここ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 。頑張れ頑張れ。もうちょい曲げてみて。もうちょい曲げてみて。頑張れ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 。そう、抜けてない抜けてない抜けてない。オッケー。そんな感じ。意識的にここまで頑張ってやってみて。多分普通にやったら抜けてきちゃうから。はい、行きまーす。はい、ぎゅー。抜かないよ、抜かないよ、抜かないよ。ここ、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 ここ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ぐー。抜かない、抜かない、抜かない、抜かない。もうちょい、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 頑張れ、頑張れ。抜けてる。頑張れ。オッケー。抜けてる感覚と入ってる感じはと自分で分かる。分かる、ポケ。触られてたら分かる。そうやね。はい、行きまーす。ギュー、ナイス、ナイス。ここ大丈夫、だいぶ良くなってきた。こっからやで、こっからやで、こっからやで。もう一個、ぐー、曲がって、曲がって、もっと曲がる、もっと曲がる、もっと曲がる。もうちょい、もうちょい、もうちょい。頑張れ、頑張れ。もう少し曲げよう、もう少し曲げよう、もう少し曲げよう。3、2、1、OK、だいぶ入ってきた。忘れてるだけやね、これね。はい、行こう、はい、ナイス。いい、最
最初の反応がめちゃくちゃいい。抜けてきた。頑張れ。そう。はい、OK でーす。ここから先のばっかりちょっと集中してほしいかな。はい、投げて。はい、そう、ナイス。はい、OK。はい、行きます。せーの、ギュー、ナイス。はい、5、4、3、2、1、はい、OK。はい、行きます。はい、せーの、そう、ナイス。5、4、3、2、1、OK。はい、曲げて、ギュー、そう、ナイス。いいね。5、4、3、いい、オッケー。はい、せーの、ギュー、ナイスよ、いい感じよ。はい、5、4、3、いい、オッケー。あと3回いきます。せーの、はい、ギュー、ナイス。弱なった。頑張れ、曲げろ、そう。はい、3、2、1、オッケー。あと2回、せーの、はい、ギュー、そう、1、2、3、4、5、OK。 今めちゃくちゃ良かったね。やばい、すごく良かったね。なんか分かったわ。はい、せーの、はい、ギュッ、そう、ナイス。1、2、3、4、5、OK。 ちょっと高い木触ってみて。今ラインでこう、そうそう、はい、せーの、はい、ギュッ、1、2、3、4、5、OK。 だいぶ入ってきたよね。ね、試しに一回、じゃあちょっとリラックス、ちょっと入ってきてる。ほんまや、ちょっとだけ入ってきてるよね。この入ってきてるよね。これはちょっとずつテンポ上げてる。あ、これ大きい。はい、もう一回いってみよう。あ、入ってきてるよね。はい、いいよ。角度深めからそうやっていってみよう。もうちょっと深く入りにくいところがあえてね。頑張れ、ここ入れろ。うん、分かったね、今の。最初もう少しここ意識してる。そう、最初から入るといける感じあるね。入ってます。うん、途中からはまだ入れられへんけど、最初から入ってるわ。はい。これはまだ上がりにくいところ。なんかやっぱ、かかる。伸びない感じか。伸びない感じ。引くときに、完全進展せずに引いてるね。曲がりもしない。90度で制限されるのもそうだし、
関節の動きが止められているから、どっちかといったら動かす方に持っていきたい段階やから、今の段階としては。やめといて、もしそれが歩行で無理なんだったら、止めて。自転車とか、ね、もう自力で無理なんだったらこれを関節に覚え込ます。関節に。これは何をしてるかっていうと、やや屈曲位で止めてることによってまたここに帰ってきてくれるよね。だからこうこれ以上なかなか伸びにくいけど、ここを曲げたら戻ってくる、曲げたら戻ってくるという動きをそうそうゴムでやってもらうという感じ。そうそうそう。最後の切り出しが何？ドンジョイ卒業して動きを制限するんじゃなくて動きをサポートしてくれるようなあのサポーターが必要で、ドンジョイはバネじゃなくてほんまに力いかないように制限してる、ロックしてるもんですね。あの安定性はあるんだけど、もう今これ以上多分それをすると機能性がせっかくリハビリしてもある時にそれが再現できないけど、なんかトレーニングリハビリしてる時だけ筋肉が活動するのちょっと遅くなってますね。どんどん作りたかったら危ないことあります。相当気にしてんたら大丈夫やん。例えば階段登るときも下がるときも、まだやっぱ気をつけてもいいかなと思うんですけども、ボールを置いた瞬間に、ボールの方が危険そうやって見たら、ボールが水が漏れたなっていう方が、自分自身がレベルが上がってくるから、で、そのまま、ひときの膝を伸ばしてて、そう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 。ちょっと手が後ろきつかったらこっち側に向いてもらうけど、それでその体勢でいけそう。まあ、全然いけます。伸ばしてって、伸ばしてって、伸ばして、そう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 。ああ。すごい、ゴムキープの戻す。5秒キープのナイス。ああ。戻す。でこれどん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 刺激が慣れてくるから、はい、こいつを頑張って10分いけそう。はい、何分でもいけます。貪欲やな。え、やばいですか。え、じゃあやばい。あの結構自分の電気で動いてるから、あの後で痙攣はするかもしれんけどね。こっちも来てますよね。こっちも来てる。一応2曲ないと絶対動かへんから。これでびっくりしてたよね。あの、これこっち、まあ、あの子も右足やったから、はいはい、で、
気温上の方とあの観測の方であって、5ぐらい行ってもこっちは反応なかったんやけど、そのままこっちをちょっと付け替えるでって言って、そのままの強さでこの人付け替えたらビクーンって動いて、そんだけ筋繊維の反応というか神経反応がすごい薄くなって、なるほど。OA の人とかでも、出力が全然出えへん人は、やっぱ5とかそれ以上上がっても、もうちょっといけるとかになる。で、その右と左のやっぱ強さで違ってくるの。話しなかったから、左の人が弱いんだけど、左は5ぐらい、右は 4.5 ぐらい、いいぐらいになる。そう考えたときに、やっぱ筋肉の大きさというか、神経の感じの感度というか。